ございました、ね、皆さんよくご存知の黒猫の単語を演奏しました、行かないでっていう感じなんですけど、なぜこの曲をやったかというとですね、ここからちょっと、南米に動いてみようかな。さっき前半パリだったんですけど、アルゼンチンにちょっと移動しようかなっていう感じで、まあ、日本を経由してそして、でもあれ黒猫の単語はね、日本人の作曲ではないんですね、うん、日本語の歌詞がついてるんですけど、で今からちょっと演奏するのはですね、アストロピアソラピアツォーラですかの、単語エチュードという、まあ、バイオリンソロであったり、それから、まあ、フルートソロであったりというような、全6曲で、書かれている、ソロの曲なんですね。で非常に寂しい、かなり寂しいので、途中で、ちょっとね、誘ってみたいと思うんですけども、まあ、とりあえずですね1番から吹いていきますので、寝そうになったら寝ちゃってください、という非常にさっき言ってたんですけど、まあ、寂しい女一人寝っていうね、そういう感じの曲です。